前の動画で、これとこれ購入品紹介したんだけど、見てない人いればこの2つの中身とか詳しくを見せた動画です。で、今日はジュジュビコレクションの紹介します。 OK、 これとこれ以外に何持ってるかというと、もう動画で何回か多分あ買っちゃったって紹介したりとかしちゃったほどあるんだと思うんだけど、とりあえず紹介するね。一番最初に買ったジュジュビがこれ、 BFF の The なんだっけ First Lady っていう柄のジュジュビ、これ大好きなの。これはリックでもあるし、スタッフここに今ついてるじゃん、でもあるし、こうやって肩にも持てる。これを一番最初に買ったの、あーセールで本当の値段が150なんとかだったっけ、200ドル覚えてない、そこまで払えないから、あー100ドルで、でさらに 20% オフのクーポンを使って Bed Bath & Beyond で売ってて買ったの。はい、これの詳しくは What's in my bag、 昔の What's in my bag とかで紹介したので、よかったらそれ見てね。リンク忘れなかったら下の方に載せるね。忘れたら誰か思い出させて。とりあえずこのカバン大好き、今でも使っててこのカバン大好きなので、ジュジュビ洗えるので、これも何回か洗ったんだけど、でも白いから例えばこことかちょっと汚れてるのね、歯ブラシでこうやってゴシゴシやるともっと汚れが取れるんだけど、いちいちそうやってやってられないから全部白いからさ、白い部分が多いから、なのでちょっと洗濯機に入れてるだけ。 OK、 次のジュジュビトートバッグ、もしこれは別にダイパーバッグなんだけど、ジュジュビとかでもダイパー用じゃなくても使えるのね。本当に便利、なんかポケットがいっぱいあってすごく便利なんだけど、で洗えるし、でもしダイパーバッグとして使いたくていつも荷物が多いっていう人はトートバッグの方が軽くて、でいっぱい入る。こういうのはちょっと重さがあるから荷物いっぱい入れるとさらに重くなる。なので途中からトートバッグばっかり使ってたの私。でもなんか肩にかけた方が楽っていう日、ちょっとお出かけとかしたりする日、なんかこの日は絶対に自由の方がいいなっていう日はリックの方を使ってる。 OK、 これはトートバッグなんだけど、Be Light って名前のスタイルで、この柄が The Admiral っていう柄です。この柄が大好き、お財布と同じ柄、ごめん、いや、で、これはチャックここに1個ついてて、で中にポケット1個チャック付き、それだけ、ポケット他にいないの中に。で、ここに長いポケット2つついてる。Yes、 こんな感じ。これ夏とか超いいじゃん。 OK、 次これも同じスタイルのトートバッグなんだけど、柄が違う、柄の名前覚えてないからこの辺に書いておくね。はい、同じスタイルです。で、ここに長いポケット2つついてて、で、中の柄がこういう柄です。 OK、 ちなみに私ほとんど自分で買うときはセールでしか買わない。本当の値段が40ドルなんだけど、確か20か30なんとか、これも本当の値段が40ドルだけど、 OK、 これひどいことに Amazon で売ってて、でセールしてたの30なんとかでで買ったの、待っても待っても届かない、その後にごめんなさい売り切れてましたとかって言うと、はぁみたいな、そんな早く言えよとかと思ってさ、何日間待っても待っても届いてこないから、でキャンセルして、でまた半年後かそれぐらいかな、去年の夏だったような気がするんだけど、それでいつだっけ、最近になってなんか30に降りたり、その後に27ドルまで降りて、ああと思って速攻買ったので、届いたの、イエーって感じ。この柄ずっと欲しかったの、かわいいじゃん、イエース。次の大きいトートバッグ、荷物多くてトートバッグとかがいいっていう人はこの
B なんだっけ、スーパー B だったっけ、Oh my god 忘れた名前、この辺に書いておく、名前忘れたのスタイル、これ好き、これの違う柄もう一個欲しいななんて思っちゃったりしてるしてる。 OK、 これはここにポケット、チャック付きのポケットあって、でこれは半分までしかない。これ半分までしかない。で、ここのこれとこれは長いポケット。さっきの B ライトみたいに長いポケット。で、後ろにこういう大きいポケットがついてる。これはボタン。中はこれ鍵つけられるやつ。超便利。と小さいポケット、チャック付きのポケット。で、ここは大きいメッシュネットポケットが2つついてる。Yes。で、こういうのついてて、そしたら自分でストラップ、長いストラップとかつけられて、こうやって持てるように。でもこれで十分いい感じに持てる。これ好き。こんな感じね。Yes。で、もう気づいてるかもしれないんだけど、私はこの柄とこの柄が大好きで、これはママが誕生日に買ってくれたの、てかママが何がいいって言われてこれを選んだので、これはなんだっけ、 Be Quick? 違う、いや、Be Quick っていうやつで、すんごい使ったから、なんかここがちょっと破れ始めちゃって、あーみたいな、でもう売ってないの、超ショック。でもすんごい使いまくり、ほら、オーマイガー、わかる、ちょっと破れちゃったの、あーもうどんだけ使ってるのって感じでしょ、もう本当にほぼ毎日使ってたの。いや、この大きさのポーチって大好き、いい感じで、中にポケットが入ってて、でこれなんかこうやってやって、こうやって持ち歩いてもいいし、ここにつけて持ち歩いてもいいし、私がやってるやり方は、これは中に鍵とか入れて、中に入れて、で、閉めて、で、この長いストラップ入れて、横になんかカバンとして持ち歩いてるの。これすごく好き。大好きなの。で、このストラップはついてこないんだけど、これなんで持ってるかというと、あ、これも誕生日に AJ が何が欲しいって言われて、それでこれ選んだ。これずっと欲しかったの、この柄なんだけど、この組み合わせね。でもずっと売ってなくて、で売ってるホームページを見つけて、そこ買ってくれて、いや、でこれについてるのがこの長いストラップ、なんかこの柄とこの柄一緒のやつがカモドールっていう柄、なんか組み合わせ、確かカモドール、yeah、なのでストラップが別々って感じになってるんだけど、こうやってつけるなんだけど、私これはこっちにつけてる。でも最近はこれをこのポーチじゃなくてこの財布につけてる。 OK、 でこれは3点セットの B セットってやつで、3点セットのポーチ、普通のポーチ、これも洗える。で小さいこういうストラップもついてる。で、中にポケットとか何もない。普通の、ポーチです。いい感じ。で、今までこれを財布として使ってたけど、最近は財布買ったので、これをちょっと違うものに使う。で、これ洗ったの。歯ブラシでちょっと洗って、そしたらまあまあ綺麗になった。汚れって落ちづらいね。一番最初にエジェが買ってくれた B セットが、これクリスマスだったような気がするんだけど、これの小さいやつ、こういうサイズのやつ、どこ置いたか覚えてないので、ごめんね、今紹介できないけど、あと長いストラップ、あ、でもこれも持ってる、柄の名前覚えてないからこの辺に書いとくね。いや、これも同じ感じで、普通の大きいポーチ、これも大きいポーチ、ティンのおもちゃ、なんかレストランとかさ行った時にこういう指のやつとかで遊んだり、
レヨンとかで遊ぶ。最後、これ毎日使ってる。毎日じゃない。出かけるとき、あとお散歩とか、ほぼ毎日使ってるのがこのフューエルセルってやつで、シルバーで、ここにちょっとした星ついてるの分かる？なんか糸でこうやって塗ってある。これはティーのスナックとか入れたり、お弁当とかで、これ手拭くやつここに入れて、あとスプーンとかたまにここに入れてるんだけど、こういうダイソーの中にクッキーとか入れてる。で、こんな感じ。中に入れるもの、冷たかったり温かかったり、そのまま熱を保つみたいな感じらしいんだけど、いや、とりあえずこんな感じね。これはアイシャが誕生日にくれたの。去年の誕生日に何か教えて聞かれて、これを選んだ。かわいい。で、これをなんか化粧ポーチとして使う人もいれば、着替えとか入れる人もいれば、いや、好きなもの。あとはこれもあるんだけど、これは化粧ポーチで、ちょっといろいろ入ってるからこんな感じで、ここに、ごめんね、もう全部出す。で、ここにこういうポケット2つ入ってて、で、ここに同じポケット2つ入ってる。そしたらスポンジとかコットンとかなんかそういうの入れられる。で、これを子供の、ここにクレヨンとか入れたり、ノートとかおもちゃ入れて出かけたりとかする人もいるので、それいいなと思って、そのアイディア、ここにクレヨンとか入れるといいじゃん。なので、もう一個欲しいななんちゃって、全部欲しい欲しい欲しいって止まらない。はい、以上です。こんな感じが私の声今日なんかすごい乾燥してるの、天気やばい。もう anyways、 こんな感じが私のジュジュビコレクションです。これからも増えると思うので、やばいもう本当ジュジュビ大好きで、洗い方どうやって洗えるのって前に聞かれたんだけど、普通に洗濯機に入れるだけです、本当に。で、ちょっと例えば白い部分、なんかさっきのどこ、さっきのこれとかさ、これも超使いすぎてなんかもう剥げそうになったけど、 anyway、 ちょっと目立つところとか汚れが簡単に取れないところに洗剤ちょっとつけて、で、歯ブラシ、いらなくなった歯ブラシね、で、ゴシ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 やって流して、ゴシゴシやって流してみたいな感じで洗ったりとかもしてる時もある。これは小さいからそうやってゴシゴシやったんだけど、カバンとかめんどくさいから全部洗濯機に入れてる。 Yes、 洗えるのが本当に大好き。なんかもう、で、しかも水とかすごい汚れて出てくるから、わーみたいな感じ。とりあえず洗ってるところ最後クリップ乗せるね。そしたらどんな感じか見れるから。 Anyways、 参考になったら嬉しいです。はい、もし手に入れる感じだったら本当におすすめで、いや、トートバッグ軽いから本当にいい。 Yes. Anyways, thank you for watching. Love you. Bye. I know, リップスティック入ってる。I know. Yeah. Yeah. いつもこれはリップスティック入れてる。And 香水。Okay.